とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー周回やってます。今シーズンも残り3日ですね。1日5周ぐらいを、やっていきたいと思います。やっぱりね、テンペストゴーレムがめんどくさい。あんまりやりたくないんですよ。次がね、出てこないことを祈ります。で、アップデートがあって、季節限定のイベント装備が出るようになったらしいんですよ。なので、今回の集会で、それが見せれればいいかなと思ってます。はい。では、行きましょう。多分、15周ぐらい行きます。1日5周でね。頑張りましょう。では、早速行きましょうか。途中でね、2回、ミスってやられちゃってるので、ちょっとここでは死ぬわけにはいかない。まあまあやられはしないとは思うんですけどね。でも危ない、あぶねえ、もう危ねえじゃないよ、もう思いっきり食らってた。ちょい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 、こっち倒して、まあね、頑張っていきます。いやー、時間かかった。やっぱこのボス倒すのに4、5分かかるんですよね。4分か。うん、4分だね。では、一発目、何でしょうか。微妙。微妙なやつ。火炎フォーカス。もう下のね、エンチャントはもう基本的どうでもいいんですよ。もう黄金だけ。いやー、今日はこれ良くないかもしんない。はい。まあまあ、とりあえず、3日に分けて、15周をめどにやってみましょう。次は、おお、出た出た、まさか出た、2回目で出たよ。うわー、でもこれ、まあまあ、いいか。ゴーストキンドラー、じゃないね。ゴーストキンドラーだったら、炎の道がつくもんね。どう？あ、やっぱり、ゴーストキンドラーでした。そうだった。見えないだけかい。ダメ！よろしくない！調子悪いけども、でもまあ、季節のやつが出てきてくれたので、嬉しい。季節のやつ、出るようになってます。3回目、お、ハープだけども、違うな、これじゃない。こっちは、ドン！火炎フォーカスはいらない。キツネはまあ、いりませんね。物はいい。物はいいよ。ドン！おっと！また来た！最も飢えたホラー。これは、あ、あれか。反逆者だ。反逆者だったね。でも、マルチロールはいりません。いや、でも263の、イベント装備っていいよね。いい。一番欲しいのは、大釜のアーマー。大釜のアーマーと、あとね、蜘蛛の巣の弓？あれ欲しいな。うん。どうだ？英雄もまだね、263いいのや持ってない。あー、ダメ、重力。ダメです。ダイヤ剣はもちろんよろしくない。あ、でも、結構季節装備出やすいかもしれないね。はい。では次、行きましょう。次はどうでしょうか。まあまあ、フォークかな。爆発によろしくない。うわ、なんか今日、良くなかったね。まあ明日に期待かな。はい、頑張ります。それでは頑張っていきます。お、また出たね。でも、黄金だよ。あー、でもいい、いいよ、いいよ、いいよ。フルメ。下がタンブルビーぐらいだから、チャンスはある。どう？よくないなー。なんか出がちな気がするね。最後の叫びって。なんかよく出るな。次行きましょう。どうだ！おお、お、出た！笑い放棄。
キャキャホウキだったよね、最初は。キャキャホウキが名前変わったんだ。でもね、グレイブいらないんだよね。まあ、黄金が良くない。ムチ欲しい。ムチが欲しい。どう？重力がある。で、クリティカルもある。いや、これ、ワンチャンあるぞ、なんか。どう？輝きかー。いらねえな。しかし、1しかつかない。調子が悪いなー。でもまあ、季節限定は出ましたね。いや、いいよゾーロ、おーおおおおおプップブクブーって言ったね。プップクブーって。そうそう、シュガーラッシュはその音。そうそう。でシュガーラッシュいいんだよね。ピンクスコーンドレルと同じやつなんで、すごくいい。でもね、黄金下がね、バーストボーストリングあるから、何がつく？頼む、いいやつ来て、いいやつ来て。ダメだ !3 だけどさ、ショックウェーブは使わないかな。いや、ワンチャンあるか？雷の矢筒ビルドいけるか？バーストボーストリング、クールダウンショット、で、ショックウェーブに、マルチショットか、連鎖反応、どうだろうな。いや、ない気がするね。まあ、ウィザー見てみましょう。どう？あー、違うね。違うんだな。まあ一応、シュガーラッシュは、ステイで、行きましょう。次です。はい。これはまあ良くないな。全体的によろしくない。ダメです。次です。どうだ？あー、輝くローブ。今、絶賛作り中なんだけども、これの黄金で、いいのがつけばいいね。で、骨のコンボも欲しいのよ。いいエンチャが。どうだ？あー、いらないな。こっちもいらない。骨！いいね。邪魔な重力が下についててくれてる。旋風もついてる。これ衝撃波がつく可能性があるよ。どう？当たり！当たり！骨コンボ、これ当たりだわ。虚無でしょ？虚無、下に、リフレッシュ、アーティファクトシナジーの、ダイナモでいいかな？だね。これは最強の骨のコンボが作れる、きた！いいの出ました。あー、よかった。なんかね、1個ぐらい出てくれれば嬉しいもんね。じゃあ、骨のコンボをゲット！最強装備出来上がるよ。はい。あと5回ですね。頑張りましょう。昨日はね、最後の最後にいいやつ出てきてくれたんで、もういいよ。今日外れても最悪いいよ。まあまあ、出てほしいけどね。はい。まあとりあえず、良くない。せめて、季節のものが出てきてくれればよかったな。では、あと4回行きましょう。頑張ろう。どうだ？おおお、これ一番、右は、なんだったっけ？凍える弓だっけ？震える弓だっけ？なんかそういうやつ。だね。ピンクは、ダメ。震える、あ、震える弓、当たり当たり当たり。いや、いらないね。いらないな。スピードを奪う。あ、これ夜の棒か。夜の棒の、はい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 。見た目違いね。いや、リフレッシュじゃないね。はい。では、残り3回ですね。いきます。どうでしょうか。あー、これは良くない。大釜のアーマーがね、ほんと出てほしいんだよね。まあ、性能ウィザーなんだけどね。ウィザーだけども、見た目があれ最高なんで、あれの263が欲しいんですよ。まあ、黄金は良くないね。残り2回。
いきます。どうでしょう。ダメだ。うん、欲しいやつが一個もない。黄金もいいのが全然ついてないね。調子が悪い。まあ最後ね、ラスト1回で何かいいやつ来てください。それではこれがラスト。バブルバースターは昔は喜んでたんだけど、今はもう別に必要はないかな。まあでも263のいいやつがあれば使うけどね。反逆者、あー、いやでもこれでソウルビルドか。いやこれはね、よくないかな。まあ装備してる近接武器は強くなるんだけども、いやこれでソウルビルドしなくてもいいよなっていうところだと思う。でバブルはクールダウン系が全部入ってないってことは黄金ワンチャンある。どうだ、重力はいらない。あ、なんか遠距離の重力がちょっと変わったみたいな記事があったね。あれまだちょっとわかんないですけども、どうでしょうね。で、心を奪うものはもう最強を持ってるからいりません。はい。ということで、15周ですね。合計でやってみましたけども、まあ、イベント装備結構出やすいと思う。うん。なんかいくつか出たよね。3つ、4つぐらい、見たと思うんだけども、出やすいね。15分の3か4なら、出やすいと思います。はい。まあ、今回はちょっとね、周回しにくいんだけども、周回しやすい時にまたね、ガシガシ回って、大釜のアーマー、あれをね、出したいと思います。はい。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。